はい、皆さんこんにちは。旅人作家中野博史です。今日はこちら日曜日の銀座はですね、歩行者天国ということでもう何十年も続いています。ちなみにですね、マクドナルド1号店はこの奥のですね、三越の軒先にできた。それはですね、日曜日にですね、銀座がこのようにですね、歩行者天国になる。そうするとですね、今はコロナ禍で、GoTo トラベルの感じで多少ですね、人通りもありますが、もう本当にですね、昔の銀座、特にですね、もう1980年代、90年代の銀座において、歩行者天国時代のですね、今もそうなんですけど、歩行者天国ができた時のですね、マクドナルドの戦略、まさにこの銀座をですね、ここを舞台にしてやっていたという豆知識でございました。